ロバート・トーマス・シュグペンは、アメリカ合衆国、フロリダ州タラハシー出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1985年、ミシシッピ州立大学から MLB ドラフト4巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。大学時代のチームメイトに、ラファエル・パルメーロ、ウィル・クラークラがいた。1986年のメジャー昇格以後、 クローザーとして活躍し、1990年には、当時の MLB シンとなるシーズン57セーブを記録。1993年のシーズン途中、フィラデルフィアフィリーズに移籍。1994年は、シアトルマリナーズでプレーしていたが、シーズン途中に、福岡大英ホークスと契約し、抑えに定着。大英入団直後の背番号は、直前に、 金銭トレードでヤクルトに移籍した後衛マスタカが付けていた47だったが、ケビン・ライマーが背番号を10から47に変更したため、シグペンもメジャーで慣れ親しんだ背番号37に変更した。これに伴いそれまで背番号37を付けていた吉武慎太郎は背番号を67に変更している。その年210アンダオハナチプロ野球界に旋風を。 巻き起こした一郎を、対戦打席が少ないとはいえ無安打に抑えるなど、安定した投球でその年17年ぶりの勝ち越しを、果たした、大英の快進撃を支えた。しかし、1995年の6月にチームを離れた。来日時にはすでに肩を壊しており、連投が効かなかったが、それでも2年間で53試合に投げ20セーブ、防御率1.94という成績を残した。 1996年は、フルサホワイトソックス参加のマイナーチームでプレーし、MLB 復帰を目指すも叶わず、背中の痛みが治らなかったこともあり、そのまま引退。2011年には、ホワイトソックス参加の A 級ウィンストンセーラムダッシュで、投手コーチを務めており、2013年から2016年まで、ホワイトソックスのブルペンコーチを務めた。ありがとうございます。